はい、皆様、今日は日本赤十字社が主催するオンライン報告会、ウクライナ人道危機1年間の赤十字活動報告をご視聴いただきありがとうございます。私は日本赤十字社国際部の大山です。ウクライナでの武力紛争が始まってちょうど1年になります。この間、赤十字は皆様から寄せられる様々な支援、また多くの励ましにも勇気づけられて、現地で人々の命を救い、尊厳を守るための活動を続けてまいりました。今日の報告会では、皆様の善意のご寄付がこれまで赤十字のどのような支援活動に活用されてきたのかを、実際にウクライナで活動してきた日本赤十字社職員や、戦闘の激しいウクライナ東部などで活動を行う赤十字国際委員会の話を通じてご報告いたします。なお、本日会場にはですね、メディアの方と一部関係者の方にもお越しいただいております。会場からもですね、後ほど質問を歓迎いたしますので、挙手でお知らせいただきたいなというふうに思います。なお、時間の都合により質問が多かった場合はですね、すべてにお答えできない場合がございますことをあらかじめご了承いただきたいというふうに思います。まず本題に入る前にですね、すでにご存知の方も少なくないかもしれませんが、今日登場する赤十字をつけて活動する団体と簡単に、ご説明したいというふうに思います。こうした赤十字をつけた各団体はですね、ウクライナの人道危機はもとより、世界中の様々な人道危機に的確に対応すべく密接に、協力協働をしています。まず、赤十字国際委員会ですね。英語の頭文字を取って ICRC と呼ばれています。数ある赤十字組織の起源となったスイスの団体です。日本では赤十字と言いますと、災害の赤十字、あるいは医療、献血などのイメージが強いかもしれませんけれども、本来、赤十字は戦時救護を行う民間の団体として生まれました。今も ICRC は紛争地を中心に世界中で活動をしています。その赤十字国際委員会の活動に感銘を受けて誕生したのが、各国の赤十字社、赤十字社です。これらはすべて独立した法人格を持った存在であり、ICRC の下部組織というわけではありません。それぞれの国で赤十字活動をリードしています。現在、世界には192の赤十字社、赤十字社があります。これは国連加盟国に迫る数です。世界のほぼすべての国に赤十字がありますと言っても言い過ぎにはならないかなというふうに思います。ちなみに日本においてはですね、1877年、今の日本赤十字社の前身となります博愛社が誕生しますけれども、これも西南戦争における戦時救護がきっかけでした。そして歴史的に最後にできたのが、いわば赤十字版の国際連合であります、国際赤十字赤新月社連合。各国に誕生した赤十字社、赤新月社が第一次世界大戦をきっかけに、これまでの戦時の活動に加えて、災害対応や健康の増進など、平時の活動をさらに推進していくために、世界に広がる赤十字のネットワークの管理や管理調活動調整を行うために生まれます。そこには、悲惨な戦争はもはや起こらない。よって赤十字も戦時救護を超えた人道援助に力を入れなければならないという先人の思いがあったかもしれません。しかし、残念ながら戦争がこの世からなくなることはありません。今では連盟に加盟する192の赤十字社、赤新月社が戦時、平時問わず幅広い人道援助に携わっています。ここでも連盟は各国の赤十字によって構成される会員組織であり、上下の関係ではあります。このように、これら3種類の赤十字の団体の違いは、赤十字の発展の歴史を反映したものでありまして、人道援助の現場においてはですね、それぞれが適材適所で協力する関係にあるわけです。ウクライナで言いますと、ICRC は紛争地で活動する専門性を十分に発揮。また、各国の赤十字社、赤新月社は、それぞれの得意分野を生かして、そして連盟は加盟者の集合体として、そのスケールメリットを生かすといったぐらいに活動をしております。日本赤十字社もこの世界に広がる赤十字の一員であります。日本赤十字社のウクライナ人道危機の対応に関わる海外救援金の呼びかけに対して、2月1日現在で82億円を超える寄付が寄せられております。戦闘は依然続き、国内、国外の避難民の
格はかなり流動的ではありますけれども、依然1300万人、ウクライナの人口の3分の1ほどの人が、武力紛争の影響で家を追われている状態が続いています。こうした状況を踏まえまして、海外救援の募集期間を令和6年3月31日まで1年間延長することとしました。ウクライナ及び周辺国の人道支援ニーズに対しては、まず主に地図の右側ですね、濃いピンクのところの戦闘地域の救援活動、これを赤十字国際委員会 ICRC が地元のウクライナ政府と協力して展開をしています。次に地図の中央及び左側ですね、薄いピンクの部分がの非紛争地帯では、主に国際赤十字、赤新月社連盟がウクライナ赤十字社や周辺国赤十字社と連携して支援を展開しています。日赤はですね、寄せられた海外救援機関で、ICRC による紛争地域での救援活動に25億円、また連盟による避難地域での救援活動に25億円の緊急資金援助を行います。また、ウクライナ及び周辺国の計5人の日赤要員を派遣して、救援物資の管理や調整をはじめ、避難民の心のケアの支援体制づくりなどに貢献をしました。事態が長期化する中、日赤はこれら両機関への緊急の資金援助は、この合計50億円を一つの区切りとして、今後はウクライナや周辺国の赤十字社とのよりきめ細やかな協議や調整に基づく2国間支援を中心に活動をしてまいります。この2国間支援の一部については後ほど報告があります。それではですね、ウクライナ人道危機における赤十字のこの1年の活動の軌跡をまずは映像で振り返ってみたいと思います。今から流します動画は日本赤十字社のウクライナ人道危機特設ページでもご覧いただきます。それではご覧ください。In Ukraine and surrounding countries, the devastation of the past year has affected every aspect of millions of people's lives. Many are unable to return home, and those who remain face dire conditions with limited access to water, heat, healthcare, and other essential services. As this grueling escalation of conflict enters its second year, the impact on the mental health of those affected inside and outside Ukraine is also growing. But as needs have grown,So have our numbers of volunteers, branches, and partners, all standing shoulder to shoulder with people from Ukraine. The Ukrainian Red Cross and IFRC network teams from around the world are striving to support, providing cash, healthcare, shelter, and mental health services. And here we will stay, supporting people inside and outside of Ukraine, including within the host communities, but to providing safety to those who have fled.The journey to recovery has not yet begun, but with the support of our donors and partners, the Red Cross and Red Crescent will be with those affected every step of the way. はい、ウクライナ及びその周辺国における赤十字全体の活動の実績を一表にまとめたものがこちらになります。2022年2月24日の武力攻撃下後、2022年12月までの1ヶ月間で、安全な水の提供、避難、移動の支援、保健医療支援、保健活動、これには女性、子どもの保護、捕虜の訪問、参加国支援などが含まれる。その他、居住の支援、食料や生活必需品などの物資支援、あるいは、被災者個々のニーズに当ててもらうための現金給付支援などを同時多面的に実施をしています。それでは、まず ICRC による報告からお聞きください。よろしくお願いします。The international armed conflict between Ukraine and Russia is fueling a devastating humanitarian crisis that has affected millions of people. On top of the many people who lost their lives, got injured, or went missing,Millions of people have been uprooted from their homes. Millions of people have lost access to running water. Millions have lost electricity. And millions will struggle to survive the deep cold of winter with little or no heat. 2022 has been a tragic year for Ukrainians. But as traumatic as this year has been, perspectives are bleak for the months to come. To alleviate some of the suffering,
the International Committee of the Red Cross, in partnership with the Ukrainian Red Cross Society, has worked hard to deliver vital assistance and protection across the country. This means over 1 million people have received essential assistance, such as food and hygiene items, and nearly 40,000 homes have been rebuilt with repair material. It also includes our support to more than 100,000 people living in temporary shelters across the country. Спасибо, нас эвакуировали в безопасное место, но мы в чем были в подвалах, то мы сбежали. Мы сейчас нуждаемся во всем, потому что что люди добрые и Красный Крест помогли, то мы и одеты, обуты. Нам очень в данный момент нам очень сильно надо лекарства и средства гигиены. An additional 330,000 people have received direct and unconditional cash assistance for a total of 179 million Swiss francs. As winter has arrived and military hostilities rage on, it is the civilians who pay the enormous price when power and water lines are damaged. Ну, кого там десь щось осталось, якась дровиняка, он шукає йому десь там гілки, а як підуть морози. As people face the coldest months of the year, they have limited access to water and heat and suffer hour-long power cuts every day. We are working with local authorities to repair damaged infrastructure, which means that heat was restored to over 1.3 million people and access to clean drinking water for 10 million more. As frontlines shift, more civilians continue to be affected. With lives lost and families torn apart, we have been working on both sides of the front line to keep them connected. Our Central Tracing Agency Bureau has been able to provide 4,000 pieces of information to families about the fate of their loved ones. The ICRC in 2022 visited hundreds of POWs, a hugely valuable moment of humanity for each prisoner visited. However, despite the legal obligations of the parties and our persistent efforts to visit them, the ICRC has not been granted full and regular access to all prisoners of war and civilian internees. And that's why we will not stop demanding access until we can see all of them, not just once, but repeatedly, wherever they are held, to alleviate the suffering of their families. Across the country, more than 170 hospitals and healthcare facilities have received medical equipment, tools, and medicine needed to carry out life-saving work. This means that over 130,000 patients were able to continue their treatment thanks to these donations. Отримали катетери, отримали набори імобілізаційних шин, набори для анестезіології, лікарські засоби для надання терапевтичним і хірургічним хворим. What we have achieved in Ukraine this year with our partners from the International Red Cross and Red Crescent Movement has positively impacted the lives of millions. But more support is still required to help a population in dire need. Our commitment remains strong and we will continue to be on the side of people to serve their needs and to assist and protect especially the most vulnerable across the country. え、皆さんこんばんは。ICRC 赤十字国際委員会の広報をやっております、真壁と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。今、ご覧いただいたようにですね、ウクライナの中で私たちは本当に様々な、活動をしています。ただ、やはり、職員がほとんど24時間、の体制で活動していても、なかなか人道ニーズというのが埋まらないんですね。それなので、今回もあっという間に1年が経ったんですけれども、引き続き、これからも現地で人々に寄り添って、いくつもりでおります。今日はですね、私の方でちょっと簡単に ICRC の説明をして、あとは今現地に同僚の広報の佐藤というものが行っておりますので、佐藤からの報告を事前に収録しておりますので、そちらをご覧いただきたいと思います。で、ICRC と日本赤十字社の違いなんですけれども、先ほど大山さんからもご説明いただきましたが、私たちは紛争地に特化して人道支援と保護を行っております。で、公平、中立、独立した組織ということで、ウクライナ紛争、ロシア・ウクライナ紛争に関してはですね、いわゆるそのウクライナの、東部にいる、その、親ロシア派の方たちも含めて、彼らたちも日常を等しく奪われているので、そういう方たちにも支援を行っている中立な組織です。で、今年、
ですね、あの2月の17日だったんですけれども、160周年を迎えました。で、1世紀半ですね、紛争地の人々に寄り添っている赤十字で一番古い、国際組織になっております。で、今あの現在職員は約2万3000人全世界にいます。拠点は100カ所ぐらいあります。で、これが大きくあの日赤との、違いの一番大きい点なんですけれども、私たちの活動資金っていうのはジュネーブ諸条約、戦争のルールがあの国際協定としてあるんですけれども、そのジュネーブ諸条約に加入している政府から活動資金を 93% 以上ですね、いただいております。で、その中で、日本があのトップ10のドナー国の中に入っているんですけれども、去年の3月と4月ですね、2回にわたって私たちのウクライナ及び周辺国での活動に、日本から、お金をいただきました。はい、で、ちょうど去年の今頃なんですけれども、まだ、ウクライナあのずっと8年以上紛争が続いていたんですけれども、2月24日を境に、激化拡大していったんですけれども、その前に私たちが2022年の活動の規模でトップ10の国を挙げました。で、そこではあの2月24日以前だったにもかかわらずウクライナは10位だったんですね。で、それから2月24日を境にですね、あの私たちも活動予算を修正して、当初の 92.5 億円から約4倍の、予算規模に、増えてですね、シリアを超えて1位になってしまいました。で、この376億円なんですけれども、それにプラス周辺国での、活動の29億円、あとはロシアでの、活動の18億円を足すとですね、もう、400億円ぐらいになりますね。ということで、あの私からはちょっと簡単にあの ICRC がどういうふうに、活動しているのか、どこから、そういった活動の、お金を得ているのかっていうのを説明させていただきました。これから先はあの現地の里の、収録した、リポートを聞いていただければと思います。はい、こんにちは。赤十字国際委員会の、広報である、里修造と言います。よろしくお願いします。今日はあのプレゼンを使いますので、プレゼンの資料を共有させてください。はい、本日のプレゼンなんですが、ロシア・ウクライナ国際的武力紛争から1年というところで、改めて ICRC の活動であったり、今直面している課題というところを、お話しできればなというふうに思います。まず、内容に入ってくる前に、私が何者かっていうところでお話を、させていただければなっていうふうに思いますが、 ICRC に入ったのは、2019年っていうところで、ちょうど3年前に ICRC 駐日代表部に入職しました。で、ウクライナには2022年昨年の12月から、今年2023年の3月までの3ヶ月間ですね、デジタル&ソーシャルメディアデリゲート、国際要員としてウクライナに派遣されています。で、デジタル&ソーシャルメディアデリゲートというと、まあ、どうしてもこの Facebook であったりとか Twitter のようなあのデスクワークみたいなイメージがすると思うんですけど、ありがたいことにあのウクライナの中でも、キーウの代表部のみならず、中部にあるドニプロにある副代表部であったりとか、南部にあるオデーサの副代表部にも出張という形で行かせていただきまして、そこの中でカバーされているドネツク州であったりとか、ザポリージャ州、ミコライウ州であったりとか、ヘルソン州っていうにも活動にも同行させていただきまして、まあ短い間3ヶ月間という期間なんですが、多くのところに訪問させていただいたというところが、多くの箇所に訪問させていただいた、活動に同行というところで行きまして、赴き、そこから、多くの方との声を聞いたりとか、映像を撮ることができたというところが、私のミッションの特徴だったのではないかなというふうに思います。まずはですね、1年というところで、
ICRC がどういうところで今活動されているか、どのような体制で活動しているかというところを振り返りたいと思います。現時点でですね、 ICRC はウクライナ国内において、すみません、国内じゃないですね、ウクライナにおいて、9カ所のに事務所を構えています。キーウはもちろんなんですけど、先ほどお話ししましたドニプロであったりとかオデーサ、西に関してはリビウであったりとか、東の戦闘が激しいところに関してはルガンスクであったりとかドネツクにも事務所を構えています。で、活動開始したのは、紛争が始まった当初2014年から活動して、2022年の2月から活動の規模を拡大して今人道支援に当たっています。現在のスタッフに関しては約800名が ICRC のスタッフとして活動しておりまして、2022年、去年の予算で言えば約467億円の予算で、活動を行っています。で、1年の振り返りっていうところで、2022年の2月から、今年の1月、ごめんなさい、12月末までのところで ICRC がどのような活動を展開してきたのかっていうところを、振り返りできればと思うんですが、すべての活動を振り返るっていうのは、とても時間が持たないので、大きく5つの分野に焦点を絞って、実際に私が見た活動であったりとか特徴的な活動というところに焦点を当てて今日はお話しできればなというふうに思います。5つの分野というところで、1つが医療サービスの確保、そして基本的生活ニーズへの対応、そして、住宅やインフラの修復、4つ目が命と尊厳を守る活動、そして最後に赤十字パートナーとの協力調整というのが、分類されます。まず1つ目に医療サービスの確保というところで、ICRC は昨年の2月から12月までの間約170の病院に医療物資の配布を行っています。この左の写真は私が実際に撮影した写真なんですが、このドニプロペトロウシク州の病院へ医療物資の配布する様子の写真です。こちらの病院ではですね、ベッド以外の医療物資、例えば聴診器であったりとか机であったりとか、その他 CT のスキャンであったりとか、もうベッド以外の物資はすべて ICRC が提供しているというふうな病院で、やはりこの医療のニーズというのがかなり増えているため、少しでもそういう病院の運営をサポートしてあげようというところで多くの病院のサポートもしています。右側が、メンタルヘルスの活動なんですけど、昨年2月以降177名の専門家に対して心のケアに関するセミナーを ICRC のですね、心理学者サイコロジストが実施しています。この右の写真はこのザポリージャ州で警察官に向けてセミナーを実施する様子なんですけど、この警察官の方に私もインタビューする機会があったんですけど、この警察官というのはこの攻撃を受けたりとか、事故とかあった時にまず一番に駆けつける方だと思うんですけど、やはりこの警察の方が砲撃された家とか住宅とか見たりとか、亡くなった方、怪我した方を手当てしなければいけない、そしてその方に対して、対応しなければいけないというところで、この警察の方曰く心理的ストレスであったりとか、身体的ストレスというのはこの2月以前より約5倍にも増えているというところで、そういう方たちが、警察官の方たちがストレスをどのように対処すべきか、ストレスをマネジメントできるかというところで、ICRC も、メンタルヘルスのところからサポートを実施しています。2つ目のカテゴリーの基本的ニーズの対応というところで、この基本的ニーズの対応は ICRC のウクライナでの活動においてかなり大きな部分を占めるところなんですけど、例えばですね、ICRC はこの冬をウクライナの冬はとても厳しくて、寒いところではマイナス20度
行くところもあるんですけど、多くの方が避難所での生活を強いられているということで、そこの避難所がもともと暖房器具がなかったりとか、とても冬が過ごせないという状況にあるところもありますので、まあ、そういうところに対して、ストーブですね、ヒーターであったりとか、ブランケットも配布しています。この左の写真はこのドネツク州シバースクというところの病院にこのストーブを提供するその写真なんですが、ここの、地域でもですね、かなり戦闘が激しく行われてまして、かつこの避難所は地下にあるんですけど、ストーブも電気もあんまり通ってなくて、まあ、そういうところで高齢者の方がかなり生活をされている中で厳しい状況を、強いられているという状況でした。そして右なんですけど、この約20億円をですね、5万7745人の方に冬を乗り越えられるように現金という形で支援を実施しました。この右の写真はこのヘルソンで、ヘルソン州で現金給付を行う様子なんですけど、このようにこの真ん中に写っているピンクのセーターと白のセーターの方が、ウクライナ赤十字社のボランティアの方なんですけど、こういうボランティアの方にご協力をいただきながら、スマホでですね、オンラインでこうやって手続きの登録をしてまして、自分の家がどのような被害を受けたのかというか写真で見せてもらいながら登録作業を行って、後日この現金給付のための振り込みを行うような形を各所で行っています。そして住宅やインフラの修復ということで、このインフラの支援というところも ICRC は注力しています。これまでですね、150万リットル以上の水を病院や学校、教育施設に提供してきました。この右の写真はドニプロペトロウシク州の井戸型浄水器の写真なんですけど、まあ、この地域では水道管が破壊されたことによって全く水が使えない状況だったんですけど、この浄水器っていうのがポンプが近くについてまして、このポンプの水を例えば川とかそういうところから沼とかから吸い上げて、それを浄化させることによって飲み水までできるっていう移動型浄水器なんですけど、まあ、それを ICRC も提供して、パイプが治るまでの当座の水へのアクセスを確保するという形で支援も行っています。でまたですね、この右の写真は、スームイ州の病院に発電機を提供するという形であるんですけど、写真なんですけど、病院であったりとか学校であったり市役所っていうのはかなりのこの停電の影響を受けてまして、発電機がないと医療ができないっていうところもかなりあるため、これまで550基以上の発電機を、市役所とか対応する会社っていう会社にも提供をしてきています。そして4つ目の命と尊厳を守る活動っていうところで、これは ICRC のこの独自の活動の一つと言えると思うんですけど、これまで18の病院や施設に対して法医学の側面でサポートを実施してきています。この左の写真はすごくこうユニークな写真だと思うんですけど、ICRC がこの遺体安置のためのスペースというのをヘルソンの病院に提供した時の様子です。こちらの病院ではこの多くの方が病院に訪れて残念ながら亡くなる方もたくさんいらっしゃって、まあ、遺体安置のためのスペースが全く足りてないというところで、ICRC がコンテナという形でですね、来てここのスペースコンテナごともそもそも、病院に提供した時の写真です。このように ICRC は現在この生きている方のみならず亡くなった方の尊厳のも確保するために、確保するサポートもウクライナで行っております。そして右が、追跡調査局の活動なんですけど、家族間で連絡が取れるように約4000回分の連絡を
家族間でつなぎました。これはウクライナではですね、ウクライナ、ロシア両方だと思うんですが、多くの方が行方不明になって家族との連絡が取れないという形で、ICRC であったりとかウクライナ赤十字社も頼ってきているというのが現状で、ICRC の追跡調査局がそれを仲介することによって、家族間の連絡を回復っていうのに努めています。そして最後にパートナーとの、協力っていうところが、挙げられます。これまで2294名のウクライナ赤十字社のボランティアが、実際に配布作業であったりとか、先ほども話したんですが、現金給付のプログラムの登録作業に必要なところでお手伝いをいただいています。赤十字 ICRC のスタッフももちろん担当することもあるんですけど、どうしても人員が足りなかったりとか、国際スタッフであれば現地の言葉がなかなか話せないということもあるので、こうやって、ウクライナ赤十字社のボランティアの方が協力することによってすごくスムーズに作業ができているというところが、必要です。また右の写真は196名の方が例えばお年寄りであったりとか障害者の方が、病院へ行きたいとかにもかかわらず、ちょっとアクセスがない、移動が制限されているというところで、ウクライナ赤十字社と協力してそういう方の搬送というのも、実施しております。本当にウクライナ赤十字社であったりとかその他のパートナーに関しても多くの活動でサポートをしていただいて、いまして、その方たちの活動によって ICRC も、多くのところで、活動ができているというのが現状です。ここからは最後のパートになるんですけど、私が約3ヶ月ウクライナに滞在して、改めて思うところというところを最後お話しして、終わりにできればなというふうに思います。一つは、改めて今思うことは、人道ニーズっていうのは、人道ニーズ課題っていうのは地域によってかなり異なるなっていうのが私が、改めて思っていることです。例えば、左上のミコライウ州における水不足ところで、このミコライウにおいてはかなりこの水道管の破壊が激しくって、多くの方が水不足に直面しています。私もミコライウに、3日間滞在したんですが、この滞在先のところでも水道であったりとか、水道であったりとかシャワーとかトイレの水が一切使えない状況で、外にこの井戸みたいなのとか給水車が、用意されて水の配布を行っているんですが、連日多くの方がそこに長蛇の列として、長蛇の列ができているような状況です。片や前線に近いこの右のドネツク州の話なんですけど、ドネツク州では、例えばある村では 80% 以上の住宅であったりとか建物が破壊されていて、そもそももう住むところがないというところで、住民の方が避難所に、避難所での生活を強いられているという状況です。そういうところでは先ほど話したように、衛生用品であったりとかヒーターとか発電機とかそういうふうな避難所の支援というのが喫緊の課題になっておりまして、かなり水不足とはまた違う側面の水があるかなというふうに。で、左の、ドニプロペトロウシク州ではですね、これは前線からちょっと内部の方、中部の方に行った州なんですけど、ここではドネツク州であったりとかザポリージャ州からかなりの国内避難民の方が移動避難をしてまして生活を送っております。そういう方たちは多くの方がこの金銭的なサポートであったりとか、必要になっておりまして、彼らに対してですね、ちょっと写真の写っているようにこの洗濯機を、寄付したりとか、他にも生活の必需品っていうのも提供することによって生活を
できるように支援も行っております。でここの、右下のブチャの話、これも、キーウ州にあるブチャですね。キーウ州にあるブチャでは、まあ、かつて戦闘がかなり激しくあったところではあるんですけど、まあ、その影響もあってか、かなり多くの地雷が仕掛けられていることで、地雷除去の撤去というのが町の中では喫緊の課題となっています。特にこの冬場に関しては電気が使えない状況で、多くの方が、薪とか枝を取りに森に入っていくんですが、そこに多くの、この地雷であったりとか爆発性の危険物というのが仕掛けられているということもあって、そこに誤って住民の方が入らないようにというところで、今ブチャの中ではこういう警告のサインを各所で設置したりとか、市役所の中に地雷のサンプルを置いて啓発活動などにも力を入れていて、それに ICRC もこういうふうにすればいいんじゃないですかというところでサポートをやっています。ザポリージャ州の、まあ、医療支援というところで、ザポリージャに関してはかなり、ザポリージャの南部で戦闘が激しいこともあって、この多くの方が病院に今、病院を頼らざるを得ない状況で、まあ、そういうところで先ほどもちょっとお話したんですけど、病院のそもそもキャパシティが不足しているところもあって、それを支えられるように医療の側面から ICRC の、サポートが必要になっているというところで、もう各州とかもしくは町レベルによって全くこの支援のニーズであったりとか課題というのが違うというところが、私たちの支援の難しさの一つかなというふうに改めて今思っています。で、2つ目に関しては支援の難しさの話にまたなるんですけど、このウクライナは大体面積、国土の面積でいうと日本の 1.5 倍ぐらいで、人口は、ちょっと昔の数字になるんですけど、大体4000万人って言われているところで、日本の約3分の1っていうところになるんですね。で、これは何が意味しているかっていうと、かなりこの、国土が広いんですけど、人口は少ないっていうところで、町がこう点在してるんですが、その間はずっとこう平野が広がっているような状況なんです。で、そこから支援を届けるためにはかなりの移動距離が必要になるというところが、改めて今感じています。例えばここの真ん中にあるドニプロからさらに東、例えば私が行ったドネツク州のスロビアンスクというところは大体250キロぐらい道のりなんですけど、250キロというと、大体東京から浜松ぐらいまでの距離ですね。で、東京から浜松というと、まあ1日も全然いらないでしょっていうふうに思うんですけど、ここまでの道のりっていうのはものすごくこの悪路を通る必要があったりとか、また各社にこのチェックポイントっていうところで、毎回こう検査を受けなきゃいけないところもあったりして、時間もかなり必要になるんですね。で、そこから支援を届けるっていう形になるので、どうしても、現地で一泊とか二泊する必要が出てくるっていうのが現状で、例えばドニプロからドネツクの病院まで行くにしても、そこから行って届けて帰ってくるっていうのは1日でできなくって、その病院を支援するためだけに、3日間の時間がやっぱり必要になってくるっていうところが、時間も労力もかなり必要っていうところが支援の難しさになるかなっていうふうに思います。実際先ほど ICRC のスタッフも約800名というふうにお話をしたんですけど、ICRC のスタッフの約今 30% はこのドライバーであったりとか路地に関係するスタッフで、常にそこの路地のところは ICRC の中でも課題の一つになっているのが現状です。そういう意味でこのウクライナの広さというところは、スムーズにやっていかに効率的にやるかというところで、またそこは難しいところの一つかなというふうに思います。で、最後に、ですね、すみません、最後じゃなかったです。もう一つはですね、改めて私も物資支援とか支援を担当しているスタッフと話をする機会もたくさんあるんですけど、いかに
短期的な支援から長期的に支援を見据えて、やっていくかというところが今後の課題になってくるのかなというふうに改めて思っています。で、例えばこのミコライウ州に住むこのアリオナさんという方に私はインタビューする機会をしたのですが、彼女は一家で、今酪農を営んでいる方なんです。2022年の、年明けの方にはだいたい牛が8頭所有していたらしいんですが、まあ、その際に戦闘が激しくなったことによって、まあ、自分自身移動を強いられたというところもあって今現在所有しているのは牛は2頭のみというところ、牛の価格も、購入するときの価格よりも上がってたりとか、逆に牛乳であったりとかチーズっていうのは売るときの価格がぐっと下がってしまったというところで、ICRC も今は冬を乗り越えるための支援として現金の寄付であったりとかを積極的に行っているんですけど、まあ、それはあくまでも短期的な支援なので、そこからこういう有尾さんのような方たちが長期的に自分で生活を支え、立ち直す、再建できるような支援というのが今後より課題になってくるのかなというふうに思います。特にこのミコライウであったりとかヘルソンというのは、かなりこの農業が盛んな土地で、ヘルソンは実はスイカの名産らしいんですね。で、そういうところがかなり農家の方であったりとか養蜂の方っていうのもかなりいらっしゃってて、そういう農業支援っていうので、いかにこうサポートできるかっていうところでも ICRC も今はアセスメントっていう形で現地のニーズ調査もかなり積極的にやってまして、いろんな方に話を聞いていかにサポートできるかっていうところで、長期的な支援っていうのが今後より鍵になってくると思います。特に、はい。またですね、私は広報というところで、ICRC が今直面している、さまざまな影響というのも、見る機会があります。特にこの2022年の2月以降ですね、ICRC に対する批判や不満っていうのも、多少なりとも出てきているというのが現状です。この左の画像は、赤十字に対するネガティブキャンペーンの画像なんですけど、例えば、なぜこの赤十字に寄付をすることがいい、ダメなアイディアなのかっていうところで画像があったりとか、右の画像っていうのは、この記事なんですけど、ロシアによる占領を正当化する赤十字のような形で、あたかも赤十字が紛争当事者のどちらかについているような記事も出てたりして、これはあくまでも私がこの英語で調べた、ものの一例なんですけど、実際にウクライナ語であったりとかロシア語で調べると、まあ、これの本当に数倍とか数十倍の数のこのような記事が現地で出回っているというところで、こういうレピテーションのところでも大きな影響を受けています。で、そのレピテーション、評判ですよね。評判に関しては、この広報的なところで影響を受けているのみならず、すごくあらゆるところでの影響が出ているなというのが、改めて現地に来ている私が感じているところです。例えば、このネットワークって、ネットワーク、アクセス、セキュリティ、活動費っていうふうに書いているんですが、このネットワークに関しては、例えば現金給付をやるにしても、ICRC が現地に行って、登録作業をやって配るっていうわけじゃなくて、現金給付を受ける方が重複がないように他の機関であったりとか市役所とかと協力してですね、リストのこの調整っていうのをやるんです。で、そういうところで、市役所であったりとか現地のコミュニティの方と連携をする必要がどうしてもあるんですが、そういうところで、赤十字って本当に大丈夫なのっていう話がいきなり出てきたりとか、そういうところでも悪影響があったり、アクセス、セキュリティというところに関しては、ウクライナでは他の州から他の州に移動するときに毎回チェックポイントを取るんですが、そこでもですね、一人一人ちゃんと説明をやったりとか、身分を証明したりする必要があったりとか、というところで、このセキュリティを行う人の、信頼度っていうのが、この活
動に関しての時間であったりとか労力にもかなり影響しているというところが現状です。で、先ほども言ったように寄付も赤十字にやらない方がいいというふうなキャンペーンもあったと思うんですけど、キャンペーンというかあのインスタグラムのストーリーもあったと思うんですけど、まあ、そのようにこのウクライナ赤十字社に関してもこの多少なりとも活動費に関する影響を受けているというのを聞いています。でさらにですね、この、支援の活動に対ネガティブなキャンペーンに対する、難しいところの一つはこの負のスパイラルに改めて、陥りやすいというところが難しいところかなと。このどうしても、この批判であったり不満というのは赤十字に対するこの期待感であったりとかから来ていると思うんです。ただこのネガティブな、キャンペーンが展開されることによって逆に赤十字の制限活動が制限をされるというところで、このどん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 期待に応えられなくなってしまうっていうのが、このスパイラルっていうことで私は呼んでるんですが、というところで、一刻も早く正しい情報であったりとか私たちの中立性っていうのを改めて理解してもらうような活動が現時点では、喫緊の課題になっているのかなというふうに思っています。以上、これが私がウクライナに来た、ウクライナに来て改めて感じるところというところでお話しさせていただきました。はい、プレゼンテーションは以上になります。はい、最後にですね、私は普段中日代表部、東京にある中日代表部で活動、職務を果たしているんですが、中日代表部では月に1回e ニュースレターという形で赤十字のこの各国の、情報であったりとか活動に焦点を当てたニュースレターも、配信しているので、ぜひこの機会、購読していただけたら嬉しいのと、ソーシャルメディア、Twitter と Facebook では日本語でですね、活動とか、動画であったりとかをいろいろ出してますので、そちらもフォローしていただけるとありがたいです。はい、以上です。ありがとうございました。はい、以上、佐藤の報告を聞いていただきました。間もなく佐藤も3ヶ月のミッションを終えて、3月の頭に日本に戻ってきます。で、やはり私たちが現場で活動するときに、職員の安全は必ず確保して、いろいろなところで活動することが鉄則になっているんですね。で、その実際佐藤がいろいろ広報の活動をしたり動画を撮ったり写真を撮ったりという配布の活動に同行するときにも、その爆弾が着弾する音を聞きながら、そういったその、私たちが現地の人たちに支援を提供するという場面もたくさんあったと聞きますし、あとはキーウ首都にいてもですね、空襲警報が本当にその断続的になってですね、シェルターの方に避難しなければいけないというような状況の中、現地で支援を行っています。で、最後に私の方で簡単にまとめたいんですけれども、ちょうどその先ほど佐藤の VTR の前にですね、映像の前に、2023年の活動規模のトップ10ご覧いただいて、ウクライナが10位から1位になったというお話をしましたけれども、これがちょうど同じ時期、今年の、バージョンが出ました。で、ウクライナがやはりトップに来ています。で、アフガニスタン、シリアと続いているんですけれども、ここでまたそのトルコとシリアで地震が起きたことで、今トルコ、シリアが3位なんですけれども、国際社会に支援を要請していますので、今後その紛争地で支援をする ICRC としては、シリアで その被災者支援っていうところに特化する形になると思うんですけれども、こちらもまた順位の変動があるのかなというふうに、考えています。で、最後にですね、やはり一度紛争戦争が始まってしまうと、なかなか、収束終わるのが大変になってきています。で、私たち人道支援っていうのはその現地のニーズに寄り添って、その対処療法でしかなくてですね、やはり政治的に解決がされないとずっと人道支援が続くことになっているので、この1世紀半以上なんですけれども、
こうしたその紛争地ので犠牲になっている方たちに寄り添い続けているので、ウクライナもですね、シリアも、アフガニスタンもですね、早くそういったその政治的解決っていうところに、国際社会が、一団結して、人々の現状を変えていってもらいたいと思っています。で最後、短い動画なんですけれども、私の、ICRC のプレゼンの締めくくりに皆さんにご覧いただきたいと思います。それではありがとうございました。それではですね、時間も少々しましたので、続きまして日本赤十字社のによる報告を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。日本赤十字社国際部の矢田結びと申します。私の方からはですね、先ほど大山からも皆様から寄せられた救援金、それが何に使われているのかという全体図についてご説明させていただきましたが、そのうち 32.6 億円についてはですね、日本赤十字社がウクライナ赤十字社と協力して実施している事業に、活用することとしております。で、今お見せしているこのスライドがですね、今決まっている、それから今後計画していく事業のご説明になるんですけれども、まずこちらは状況の変化に合わせてですね、今後さらに事業を追加していく予定でもあります。地図で概要を表していますけれども、まずウクライナ全土を対象に、例えば厳冬期対策支援というふうにありますが、こちらは発電機ですとかストーブなどの厳冬期対策への資金援助をしています。で、次に救急車支援。こちらはですね、救急車の寄贈ということで、日赤からウクライナ赤十字社に全10台の救急車を寄贈しています。それから現金給付支援というふうにありますが、これに関してはいろいろな現金給付のプログラムあるんですけれども、こちらは主にウクライナ赤十字社が実施している現金給付プログラムへの支援になります。具体的には日本赤十字社からは特に避難民を受け入れているホストファミリーの方々の生活費に充てる支援を、特に行う予定になっています。緊急対応基金支援。こちらはですね、ウクライナ赤十字社が、武力紛争が起こって攻撃が起こった地域ですぐに活動できるように、普段から備えておく必要があります。そのような流動的な人道支援ニーズに柔軟かつ迅速に対応するための基金ということで、こちらの支援も行っています。次にですね、特に西部のリビウというところでは、リハビリテーション支援事業、それからウクライナ赤十字社サービスセンターの支援事業を行っていく予定です。同じく西部のイバノフランキウスク州では、巡回診療支援事業を今実施しているところです。で、緊急支援ということで、すでに、緊急時に、完了している事業ではあるんですが、同じく西部のザカルパッティア州ウジホロドというところでは、フィンランド赤十字社と協力して、ウクライナ赤十字社が運営する仮設診療所の運営、の支援を行いました。また、可搬型 X 線撮影装置の寄贈ということで、こちらも終了案件ではございますが、ご紹介いたします。私自身は、今年1月から2月にかけて、私とこれから発表する中島理学療法士、ですね、支援対象地であるリビウ、イバノフランキウスク、それから、ウジホロド、サカルパティア州を訪問いたしましたので、現地の様子とともに事業の進捗についてご説明させていただきます。はい、まず緊急救援のその後ということで、今ご説明した通り終了案件ではあるんですけれども、ウジホロドで仮設診療所の支援を実施していました。
2022年6月ですね、日本赤十字社とフィンランド赤十字社が協力して国内避難民の医療を支援するために、テント型の診療所を開設していました。で現在2023年1月現在ですけれども、診療所は右のような形でテントから建物に移動して、現在も国内避難民の患者さんの診療を続けています。でこちらはちょっと動画で見ていただいた方が、あの中の様子が分かるので、今から動画をお見せします。これがあの2022年6月のテントの様子にあるブリューホロドという町におります。ここではフィンランド赤十字社と日本赤十字社が共同で、仮設診療所を設定いたしました。ウクライナ赤十字社の保健医療の支援をするためです。診察今してるんですが、このような形で、医師と、向かい合わせになって診察をします。こちらにもあの医療資材がこのようにあります。一通り、診察に使える資材は揃っているような感じです。で最後にこちらが薬局になっています。薬剤師の方がこのようにいつも常駐していて、薬をこちらで必要な方に処方して、これが今の診療所の様子。ここは去年ですね、フィンランド赤十字社が共同して、仮設診療所、テント型のクリニックを支援していたのですが、冬を迎えるにあたり、このテント型クリニックがこちらの建物に、移転しました。はい、こちらがですね、クリニックの一つの部屋になっています。で中はテントの時のクリニックと同じような作りにはなっているんですが、こちらが、診察室です。診察室にはいつもお二人のこういうドクターがいらっしゃって、患者さんを出迎えています。Так, о, молодець, о, молодець. Я так понимаю, нас просто фотографируют, я это снимаю. Нет, они снимают, это все. Идет съемка, да. Фамилия, имя, отчество. Лагода Светлана Николаевна. Де, テントのクリニックの時より増えた資機材としては、こちらの超音波のですね、機械があります。でこちらウルトラサウンドの機械なんですけど、こちらでより高度な診察ができるようになっています。こちらが薬局になります。でテント型のクリニックと違うのは、こちら窓がついていて、薬剤師さんはここから薬を出す、で患者さんもここから薬を取るという仕組みになっています。はい、ありがとうございました。今見ていただいた通りですね、仮設のテントの時の診療所で使った資機材をうまく利用して、かつ新たな資機材を買いながらですね、現地の避難民の方の医療ニーズに今も応えている様子がお分かりいただけたかなと思います。現在もこちらですね、1日30人から40人ほどの患者さんがこちら来ているそうです。はい、で今こちらもう一つですね、見ていただいているのが、同じく緊急救援の時に私たち日本赤十字社がウクライナ赤十字社に寄贈した、多半型 X 線装置のその後ということです。2022年7月にですね、可搬型 X 線装置を寄贈して、その時にただ寄贈するだけではなくて、日本赤十字社の、放射線技師1名を派遣して、操作指導を行いました。で今はですね、2022年11月以降、その、可搬型 X 線装置が現地の病院に運ばれてですね、その放射線技師が働く病院で今も患者さんの診察に利用されているそうです。緊急時に行った支援というのが、現在もこのように現地の役に立っているということをまずお伝えさせていただきました。次に中長期支援のことについてお話しさせていただきますが、まずはリハビリテーションセンターの支援の進捗について、日赤愛知医療センター名古屋第二病の中島理学療法士よりご報告させていただきます。
ありがとうございます。ご紹介いただきました中島久元です。私からは、今回リビウにある公立リハビリテーションセンター、ブリュホビッチリハビリテーションセンターに対する建物の増改築支援について、そのニーズが確認され、去年の8月末に日赤としてウクライナ赤十字社を通じた支援をすることが正式に決定いたしました。このリハビリテーションセンターはリビウにある唯一の公立回復期リハビリテーション病院で、大きな公立救急病院からよりリハビリを必要とされる患者が搬送されています。まずこの公立ということが重要でですね、ウクライナの公立病院では基本的に無料で医療が受けられます。リビウの中には他に私立の病院もあるようですが、患者さんの負担する費用が大きいため、十分なお金を持っていない方はリハビリを継続できない可能性があります。またリビウにある大きな救急病院と比べて、リハビリセンターは患者の受け入れ数が最大67床ということで、規模が小さい現状があります。これらの状況からしても、このリハビリセンターを増改築して受け入れ患者を増大させることは、ウクライナ全土から多くの負傷者などを受け入れている公立の救急病院の空床数を増やす意味でも、またリハビリの継続を必要とする患者さんをより多く受け入れられるという意味でも大きな意義があると感じています。また増築支援に加えて、リハビリテーションセンターの資機材や技術支援などのニーズ調査のため、今回私が本リハビリセンターまたは救急病院でのアセスメントを行いました。そしてリハビリセンターの概要ですが、入院患者が67名で、うち半数近くが脳卒中と心疾患の患者さん、その他で紛争の影響で症を負った方などがいらっしゃいました。そして今入院している半数以上の患者さんが別の地域から避難してきている方々で、その方々が退院する際は、病院も行政と協力しながら、なんとか患者さんたちの住む場所を探していると、センター長がおっしゃっていました。はい、リハビリセンターでは多くのスタッフから私、話を聞かせてもらい、また現地の理学療法士とともに、患者さんへのリハビリを見せていただきました。まずはこのリハビリセンターでのリハビリを行っている一場面の動画を見ていただきたいと思います。はい、今の動画でも見ていただきましたけども、この左側の写真に写っている女性の方は、紛争の影響で頭部外傷により半身麻痺を負った女性の方で、彼女のお母さんも動画の中に出ていらっしゃいましたけども、彼女のお母さんも日々病院へ通って日中彼女に付き添っていてですね、で彼女のお母さんは本当にこう自らこう挨拶をしてくれたりとか、明るく話しかけてくれたりしていたんですけども、ふと娘さんの話をしようとすると、目にこう涙をためて、
言葉に詰まるような方を見てですね、そうしたその娘さんだけでなく、その家族もまた辛い思いを抱いていて、ギリギリの気持ちの中で、それでも前に進もうとしているように見えました。右側の写真も動画にいらっしゃった患者さんですが、まあ、心疾患を患った方で、リハビリを行っています。本リハビリセンターでは、多くの脳卒中や心疾患を患った患者さんも入院していましてですね、まあ、先ほども話したように、多くの国内避難民の方によって、まあ、リビウの人口は大幅に増大していまして、この紛争の影響によって、傷を負った方だけではなく、まあ、病を患った多くの方も、また医療を、そしてリハビリを必要としているので、より一層、このリハビリセンターの必要性は高く、非常に貴重な施設だと思っています。私はこのリビウにある公立救急病院でリハビリリハビリセンターでアセスメントを行って、また日本で私の所属している病院でのリハビリも考慮しながら比較したんですけども、このリハビリテーションセンターでは基本的にスタッフの人数が少なく、そのスタッフの経験年数もまだ浅い現状があります。それに加えて、例えばリハビリ実施記録記載の不十分さや、医師、看護師たちとの多職種連携が少ないこと、また患者さんの状態を把握するためのリハビリ評価の項目が少ないことなど、まあ、機材もまた不十分なんですけれども、機材の不十分さも含め、まだ発展的な部分があると感じました。今後、日本赤十字社から、これら不足しているリハビリ機材の支援や、理学療法士、作業療法士などの派遣による技術面での支援により、リハビリセンターのさらなる能力向上を図り、患者さんへのより効果的なリハビリの提供を促進できると考えていまして、今後、日本赤十字社がウクライナ赤十字社とともに協議を進め、検討していく予定となっています。今回、私自身がですね、このウクライナでアセスメントを実施させてもらって感じたのは、人々の命を守ることももちろんですけれども、傷ついたり病気を患った方々がまた自分の日常に戻り、自分らしく生きるための支援ということもとても重要であり、今そのリハビリテーションが切に必要とされている状況だと思っています。はい、以上私からの報告になります。それではですね、次にイバノフランキウスク州で行っております巡回診療支援についてご報告させていただきます。先ほど ICRC の佐藤さんの報告の中でもありましたが、ウクライナは日本の国土の 1.5 倍で人口が日本の 3分の1程度ということで、国土が大変広いんですが、人口がちょっと少ないという形になっています。つまり町とか村というのが点在しているような状況になっているんですね。でこの巡回診療支援といいますのは、医師と看護師からなるチームが1台の車に乗って、医療が届きづらい、そういう点在している地域に赴いて、医療を届ける支援ということになります。でこの巡回診療支援自体は、このイバノフランキウスク州だけではなく、ウクライナ全土で行っている活動であるんですけれども、日本赤十字社はこのイバノフランキウスク州を支援するという形になっています。でこちらはですね、2022年の12月から、事業を開始しております。で現在、その先ほど説明した医師、看護師からなるチームというのが4チーム、このイバノフランキウスク州内におりまして、4チームが活動しています。で全部で5チーム活動する予定なんですが、5チーム目も3月には活動を開始できる予定になっています。でこちらもですね、ちょっと動画を見ていただいた方が分かりやすいので、動画を見ていきます。こちらチームの、メンバーが準備をしているところですね。
にある、診療所、小さなクリニックになります。こちらにはいつも看護師さん、今白衣着てる方がそうなんですが、看護師さんが常駐していて、巡回診療チームは看護師さんの、補助をするような形で入っております。 OK OK。Інша коробочка, але лік той самий. Гідрохлор бензин. Що то гідрохлор бензин? Я не розбив.見ていただいたのが診療所での活動ですが、これは避難所での巡回診療の活動の様子です。アプリデン。はい、ありがとうございました。イバノフランキウスク州ではですね、市内、都市の市内には、集合避難所に、それから山間部では、人々が住んでいる一般家庭に滞在するような形で、今も避難民の方がお住まいになっておりますので、今のような形で、診療所を回ったり、集合避難所に赴いたりというような形で支援を進めております。で、日本赤十字社は、今の巡回診療を支援するために、要員、日赤からの保健要員を3月から派遣して、よりきめ細やかな支援を行っていこうとしております。はい。その他の二国間支援の進捗ということで、ここに厳冬期対策支援と救急車支援を挙げさせていただきました。先ほども説明しましたが、厳冬期対策支援、今ウクライナ本格的な冬を迎えております。私も実際自分が行った時には、夜はこのような感じで停電かなりしておりました。で、このリビウという街は結構お店がたくさんあるので、お店が自分の自家発電を持っていて、それで電気を起こしているので、ちょっとこのように明るいんですけれども、本当に田舎の方に行くと真っ暗でですね、5時半以降は外に出歩くとちょっと危ないかなといったような形でした。で、そのような、冬の中で電気や暖房などのインフラが今損傷していて、引き続き厳しい状況が続いておりますので、日赤からもこれに対して支援を行っております。具体的には、日赤からの支援としては、停電を避けなければならない医療施設向けの大型発電機ですとか、あと一般家庭向けの薪ストーブを3000台ですとか、衛生用品に対して使用されております。右側の救急車支援に関しては、先ほども10台の救急車を支援予定と言いましたけれども、今そのうち5台がですね、国際赤十字の車両基地から今ウクライナ国内に向けて輸送中のところです。で、来月初旬には到着する予定になっています。で、この車はですね、先ほど説明した巡回診療ですとか、あとは東部の地域で緊急事態にすぐ対応できるための救護班用の車両として、使用される予定になっています。はい、最後に、私の今回の派遣の目的の一つというのは、実際に現地に行って事業の進捗をこの目で確認してきて、それを皆様にこうしてお伝えするというのが、まあ一つの大きな目的だったんですけれども、実際に避難されている方ですとか、リハビリテーションセンターで入院されている方とも直接お話しする機会がたくさんありました。で、ここで、まあ、お伝えしたいのは、皆さんから赤十字に対する様々な感謝の声をいただいているということです。赤十字に対しては、様々な批判もあったということで、先ほど佐藤さんの報告にもありましたけれども、そのような中でもですね、赤十字の現地での地道な活動というのは、こうして避難民の方にしっかり伝わっているんだなということを感じています。例えば左側のハルキウから来たピーラさん、赤十字はいつも一番最初に私たちを助けてくれるので、本当に感謝したいということを伝えてくれました。右側のルハンスクから来たハネーナさん、赤十字の存在自体がありがたいということをおっしゃってくださいました。ボランティアの皆さんも、この避難しているところでとても優しく、いつも温かく迎えてくれていることをとても感謝したいというふうにお伝えしてくれました。で、そのような感謝の声はもちろん受け取りましたが、同時にですね、武力紛争から1年が経つ今でも、
この終わりの見えない現状に皆さん一生懸命向き合って日々生きているということも感じました。ちょっとこの動画をご覧いただければと思います。Мельник Олена Євгеніївна. Олена. Олена. And your name? Я Катерина. А ваша? Катерина. Катерина. And what happened to Олена? Що сталося з Оленою? Тільки не плач. It's quite difficult. It's difficult. Okay, thank you. Yeah, на Давидовому броді. Їхала додому, і ніхто... Sorry. Не... No, не, sorry. I'm... はい、はい、これはですね、先ほど中島の方からも話がありましたけれども、リハビリテーションセンターの中でですね、紛争の影響で頭部が損傷して麻痺が残る患者さん、寝てらっしゃったオレーナさんとお母さんカタリーナさんと話そうとした時の様子ですね。で、娘さんに何があったのかというものを聞こうした瞬間に目に涙を浮かべて言葉に詰まる様子というのがお分かりいただけたかなと思います。で、このような形でですね、本当に日々皆さん本当に一生懸命生きているというような形で、このようなきっかけがあるとやはりそのことを思い出して胸が詰まってしまうという様子というのが私も皆さんとお話をする中でたくさん感じました。またその他でも紛争当事者に向けてとても怒りをぶつける方というのも多くいらっしゃいました。で、避難民の方のこういう心の状態というのは、本当に終わりの見えない、この紛争、長引く紛争の中でも、日々一生懸命生きなければいけないという状態が続いているということを改めて感じました。例えるのであれば、私はなんかコップに入っている、いっぱいになってしまっている水のような状態かなというふうに思います。何か、ちょっとでもそれが、ずれてしまうと水がこぼれてしまうような、本当に日々一生懸命生きているということを、まさに私が自分で現地に行って感じたところになります。で、武力紛争自体もですね、まだこうやって終わりの見えない状態なのにもかかわらず、武力紛争激化から1年経った今、皆さんはですね、現実的な選択というのを今迫られてしまっています。例えばどこに今後住んでいくのか、どういう職業をどうするのかとか、家族が離れ離れになっている状態だけれども、今後どうしていくのかっていう、本当に長引く避難生活の中なのにもかかわらず、そういう現実的な選択っていうのをしなければならない、そういう時期になっているなということを感じました。で、そういう意味でですね、紛争が継続しているにもかかわらず、また武力紛争直後とは別のそういう課題に向き合わなければならない現実というのを目の当たりにしました。地域にネットワークを持つ赤十字としては、そのような違った課題に対しても、適時的確に応えていくべきだなと改めて感じたところです。で、今回、武力紛争激化から1年ということで、このような報告会を設けさせていただきましたけれども、改めて危機が続いているということと、ウクライナにいる方々一人一人がそれに対して必死に向き合って日々過ごしているということを改めてお伝えしたいと思います。それでは、はい、ありがとうございました。ちなみにですね、私から、今まで ICRC の赤十字、共に素晴らしい報告だったと思います。で、皆さん、ふと思われたかもしれません。あれ、赤十字もう一個あったよねと。国際赤十字親善者連盟は今日はプレゼンしないのと思われている方がひょっとしたらいるかもしれないので、ちょっとご報告してみますと、まあ、確かに、日本に連盟の出先がないということももちろんありますけれども、連盟の仕事というか役割で、ね、各国の赤十字の様々な活動を調整したりバックアップするという役どころでありますので、今日は割愛をさせていただいております。で、特に緊急のフェーズなんかだとですね、例えばそれぞれ100位の赤十字が来て活動しましてしまいますと、現地のウクライナの赤十字なんかも困ってしまうので、特に緊急時は団結が必要だということなんだと思いますけれども、先ほど の与田の説明にもありました通り、二国間支援というのは一種のオーダーメイド、テーラーメイドで、これが必要になってきているということは、
ゲート現地の人口状況が次の局面に入っているかなというふうにも思います。それではですね、ICRC のそれぞれの報告につきまして、ただいまから時間の許す限りご質問にお答えをしていきたいなというふうに思います。まず一つ、チャットボックス、Q&A にいただいているご質問があります。非常にいい質問で、これを取り上げたいと思いますね。ICRC 佐藤さんのプレゼンにありました、赤十字のネガティブキャンペーン。これについて、ネガティブキャンペーンをしている方々の根拠、理由はどのようなところにあるのか。まあ、これ噛み砕くと、なぜ唯一である赤十字にどうしてネガティブキャンペーンを張るんだろうか。というご質問ですね。これは、ICRC の真壁さんがよろしいかな。はい、ご質問ありがとうございます。様々な理由があると思うんですけれども、やはり、中立公平というところがなかなか、理解されて、していただいていないっていうところがあると思います。で、いくつか、主だったものを挙げさせていただくと、ICRC の総裁がロシア、を訪問したときにですね、外相と記者会見をして、そのときに握手をして、笑顔で、メディアで、の前で、2人で立ってたんですね。そのときに私たちそのロシアの、親ロシアの人たちが避難するところの拠点となる事務所をロシア側に作ろうという話をしていたんですけれども、まあ、その握手をしていたっていうのと、新しい事務所をロシア側にその受け入れの事務所を作るということが間違って報道されてしまったというか、間違って伝わってしまって、その赤十字とロシアが強制収容所を作ろうとしているであったりですとか、やはりその外相と握手をしたことでロシア寄りというふうに見られてしまったということもあります。あとはその捕虜の訪問を私たちしているんですけれども、なかなかそのロシア側に拘束されていたウクライナの兵士に会うことができなくてですね、最終的にはできているんですけれども、ものすごく時間がかかりました。それで、ウクライナ側の家族の方たちに、ものすごくその、なんていうんですかね、フラストレーションが、ICRC の方に向けられて、そういった、そうですね、感情的なところで、赤十字何やってるんだ、ICRC 何やってるんだというところで、いろいろな、お声も、いただいています。で、そういったその、間違った情報であったりとか、私たちのその、評判が落ちるとですね、やはり現地のその、スタッフの、安全面でも、活動の安全面でも、とても危険が伴うということで、そういうふうな、偽情報も含めてですね、非難、誹謗中傷というところに対処する部局を作って、実際は代表部をルクセンブルクに作ったんですけれども、そういったところで対処をしています。はい、ありがとうございました。なかなか中立難しい問題だろうというふうに、私も赤十字の一員なので思います。これもまた一つだけ補足をいたしますと、じゃあその赤十字の中立とか、ね、信頼というのが、やっぱりウクライナだけの、それの問題かな。言うと、そういうわけではありません。我々日本の赤十字にとっても、今回の事態を前にして、赤十字の中立に非常に気を使わなければならない場面というのもありました。というのは、我々がつけている赤十字マーク、ね、ウクライナでウクライナ赤十字がつけている赤十字マークも、ICRCがつけているマークも同じ赤十字ですね。なので、日本の赤十字が例えば中立を害するような活動をしていると、日本の赤十字とウクライナの赤十字、日本の赤十字と ICRC の赤十字は違うよねとは世界に見てくれませんので、非常に我々、まあ、いわゆる平時のウクライナからそういう日本にあっても赤十字マークを正しく、これを正しく理解していただくということが非常に重要でデリケートになったなというのが、この一番私が思ったことでもあります。それでは、他の質問ですが、特にオンライン上は来ておりませんが、もし会場の方でどうしても、あ、はい、すいません。先ほど ICRC の活動の中で、家族間の
連絡で4000回ですというご説明がございました。この4000回っていうのは、このウクライナ国内でということなのか、例えばウクライナとロシアということなのか、ウクライナとさらに周辺の第三の、その辺の内訳というのはある。ご質問ありがとうございます。内訳というものは手元にはないんですけれども、やはりこのロシア、ウクライナの武力紛争の犠牲になっている方たちはすべて対象になっています。なので、ウクライナの国内にいる方、ロシアにいる方、あと周辺国にいる方、すべてですね、家族の消息がわからなくなっている人たちに聞き取り調査をして、追跡調査もするということで、そのウクライナの、今回の武力紛争のそういう家族の再会支援だったり、行方不明者の調査の部局が今、ジュネーブの方に、その中央調査、中央追跡調査局っていうのが出たと思うんですけれども、そこで一元化して、一括してやっております。で、そこでは、ウクライナの同僚とロシア人の同僚が電話なんかも受け付けてですね、もちろんメールなんかも受け付けているんですけれども、そういった、言語的にも、いろいろなスタッフを配置してですね、すべてのそういったその家族の方たちの問い合わせに日々答えている形になっています。これももし分かればなんですけど、そういった問い合わせのリクエストというのは、まあ、もう1年経つわけですけれども、日増しに増えているという状況、その傾向というのは。そうですね、すいません、その情報、その増えているのか減っているのかっていう情報は、ちょっと私の方では把握してませんので、ちょっと本部の方に、確かめてご連絡差し上げます。ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございました。その他の方いかがでしょうか。一つ、Q&A の方にましたので、お願いしますね。リハビリテーション事業について、理学療法士が5名、アシスタントの作業療法士さんが1名。ということですが、明確に理学、あるいは作業での業務の違いはありましたでしょうか。また、言語聴覚士さんというのはいらっしゃらなかったということでしょうか。というご質問がありますが、中島さんですね。はい、ご質問ありがとうございます。最初に少し、訂正させていただきたいんですけど、理学療法士5名ではなく、一応リハビリテーションセンターにいる理学療法士は一応2名です。で、あと2人の理学療法士アシスタントがいらっしゃって、で1人の作業療法士アシスタントがいらっしゃる、計5名ということになっています。で、このやる内容の違いなんですけども、一応説明するとちょっと長く なりそうなんですけども、教育的なところで言うと、まだあまりしっかり分かれていないと、理学療法士、作業療法士の受けるが、資格を取るための学校がしっかり明確に分かれていなくてですね、ある程度一緒のところで受けて、卒業した後、6年、教育期間はあるらしいんですけど、6年やった後に、理学療法士になる、または作業療法士になるということになっていると。で、今そこら辺の教育的なところも少しずつ変えていこうという動きが、ウクライナの中でもあるのではないかなというところの話も聞いてましてですね。で、実際のその現場でじゃあやっている内容は、少しそこも違いが一応あってですね、理学療法士、この日本で行っているリハビリと少し似ているところもあるかもしれませんけど、理学療法士が基本動作、座って、立って、歩いて、とかっていう基本動作を中心とした内容のところを行うというところと、作業療法士は生活の部分で ADL、日常生活動作などを中心としたものを見たりするという話はしていました。あと、言語聴覚士についてはですね、リビューにあるその救急病院、大きな救急病院の中に1名いらっしゃるということで、僕はちょっと時間帯が合わなくて会えなかったんですけども、でリハビリセンター、リハビリテーションセンターの方には、言語聴覚士はいないというの
の現状です。はい、ありがとうございました。それでは、時間となりましたので、この辺りでご質問を締めたいと思います。今日はありがとうございました。引き続きですね、現地の状況とともに、我々赤十字の活動にもご注目をいただければ幸いに思います。今日はご視聴いただきありがとうございました。この後アンケートの記入にもですね、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。